セルカニアスマドリード。セルカニアスマドリードは、スペインの首都、マドリード及びその大都市圏で提供される、通勤列車サービスである。レンフェ、スペイン国鉄の通勤列車部門である、セルカニアスリンフによって運される。2004年3月11日のスペイン、列車爆破事件の標的になったことでも有名である。テロでは利用者数が、わずかに減少した。スペインで、 最も歴史があり、利益が上がっている2004年まで通勤列車サービスである。路線総延長は 339.1km である。セルカニーアスマドリードの運行される路線は全線、電化区間であり、ほぼすべての路線は基本的に複線区間であるが C-8 系統のビリアルバトセルセディーリアの間と C-9 系統全線は単線区間。 アトーチャとサンクリストバルインデストリアルの間及びサン・フェルナンドとアルカラデーナーレスの間は、複々線区間となっている。C-3R 系統と C-9 系統を除いて、アトーチャセルカニアス駅が、拠点駅となっている。セルカニアスマドリードのネットワークはスペイン、鉄道インフラ管理機構の保有する以下の路線も、走行する。 ピントマイナス三マルティンデラベガ線であるミントラもイベリア機関である。路線はその性格から大きく3つに分けられる。C マイナス線の列車と C マイナス線の列車は直通するので C マイナス線と C マイナス線を一体とみなすこともできる。C マイナス線は C マイナス線に集約されたので結番となっている。マドリードは 夜型の都市であるにもかかわらず、組合の都合及び安全上の理由で、電車は深夜には運行しない。2006年2月10日を例にとると、平日の始発は4時7分分発に、C-5000 もストレス、L 外駅を発する電車である。C-9000 を除く他の路線はおおよそ午前5時頃から運行する。列車の運行頻度は通過する。 街の規模と区間の交通量により決まる。ネットワークの中心である、アトーチャ駅とチャマルティン駅の間を、デコレトス駅とヌエボスミニステリオス駅を通って結ぶ、区間は、平日のピーク時に、様々な路線の列車が3、4分間隔で走る。C-8000 の末端部の枝線区間では、週末には2時間間隔になる。C-9000 を除くすべての路線で、 深夜0時ごろに運行を終了する。マドリードのセルカニーアス路線網では主に3形式の電車が運用されている。セルカニーアスはマドリード地域交通共同体の一部であり、マドリードを中心に同心炎上に区分されているその蓄生システムに従う。ネットワーク内相互での運賃はまたがる。料金区の数によって定められている。 片道普通運賃、ボノトレンという5.65から26.2ユーロで10回、乗車できる、回数券やアボのメンシュールという20から70ユーロで1ヶ月間1日2回、乗車できる、定期券のようなものがある。電車だけでなくすべての交通機関を利用できる、アボのトランスポートと混同してはならない。シビスはいくつかの路線のみで運行される、快速列車である。まず C-10 線と C-3 線で運行が開始され、後に C-2 線でも運行されるようになった。シビスはいくつかの駅にのみ停車する。マドリードからの最初の鉄道は1851年に作られたアランフェスまでの路線である。これはスペインでは2番目、イベリア半島では3番目の鉄道である。発達するスペインの鉄道網はすぐに2つの 大企業に支配された。マドリード北駅と、スペイン北部の大西洋岸を結ぶ路線を運営した、北会社とアトーチャ駅から地中海沿岸や、アンダルシア地方の都市へ路線を運営したマドリード、サラゴサーリカンテ鉄道である。もう一つの駅であるデリシアス駅には、リスボンへの路線が使用した。他の中小鉄道会社の大部分は、マドリードから、ナローゲージで営業していた。 スペイン内戦後の1941年に鉄道会社は国有化されレンフェが創設された。またナローゲージ路線は1970年までにすべて廃止されてしまった。国有化とほぼ同時に新しくチャマルティン駅が建設され、中央駅としての機能が国際列車と北港、東港の列車が発着するチャマルティン駅と南港と西洋の列車が発着する。 アトウチャ駅に集約され、二つの駅は接続鉄道線のトンネルで結ばれた。このトンネルは第二共和世紀に建設が開始され二十年後に終了した。建設の遅れはトンネルにおかしなトンネルというあだ名を与えた。マドリード周辺の街のベッドタウンとしての開発は1960年代後半に始まった。当初は大都市圏内の二つの地域のみだった。 マドリード・サラゴサ・バルセラナ本線は、エナーレス川の谷を走る。そして、クアダラハラやサラゴサに向かう途上に、重要な町である、アルカラデ・エナーレスを通る。コスラダ、サンフェルナンド・デ・エナーレス、トレホン・レアルドスといった沿線の町やバジェカス、ビギャ、ビカルバロといったマドリード郊外が、大きなベッドタウンとして成長し始めた。そして、マドリードへの交通手段として鉄道に強く依存した。 同時にアルコルコン、モストレス、レガネス、フエンラブラダ、ヘタフェといった古い町々もベッドタウンとして発展し始めた。これらのベッドタウンでは当初バスと自家用車に頼っていた。しかしすぐに鉄道が増便された。マドリード、トレド線のヘタフェやパルラのために、マドリード、タラベーラデラ、レーナ線でレガネスやフエンラブラダのために。そして1970年に廃止された。 ナローゲージ線に代わって、1976年に、モストレスまでの後期路線が建設された。この時サービスは、通常の臨府として提供され、車両や駅は他と同様の仕様であった。80年代に入ると、チャマルティン駅とトレスカントスのニュータウン及び、カントブランコのマドリードジ地大学との間で運行を、開始した。1990年代に、臨府は、 営業部門を分け、それぞれにマークと仕様を制定した。車両は、金色と青色から新しいセルカニアスブランドの赤、白、灰の色に変えられた。また新しい路線図が作成され、路線番号が振られた。同時に変化は、マドリード都市圏の成長を意識した。新しい住宅建設の中心は、北東部と南西部から北西部へと移った。リーフは以後、 セルカニアスネットワークを成長させる野心的な計画を始めた。衰退した機体機をプリンシペピオ駅と改名し、ダウンタウンの南の旧工業地域を通って、アトーチャ駅に接続した。パシオワードと呼ばれている、このプロジェクトは新しい通りと、公営団地を建設し1997年に、プロジェクトは終了した。2000年に C-1000 がアルコベンダスト、 サンセバスティアンです。レイエースまで延長され、これらの町とマドリードの間での激しい道路渋滞を緩和した。2003年に c 7線がコルメナルビエホまで延長され、2004年には c 5線がウマネスまで延長された。両方の都市は熱心に拡張を求めていた。すでに鉄道でマドリードと結ばれていたので、論理的にセルカニアスが考えられた。リーフは、 また重要な都市をノンストップでマドリード中心部に結ぶシビスをバリュした。2004年3月11日のテロ事件はマドリードアルカラグアダラハラサラゴサ線で運用中の4台の列車で起こった。このうち1列車は C-2000 グアダラハラ発車マルティン港の2階建ての450系電車であった。他の3ゲモノは アルカラディエナーレス発の446系、電車であった。アルコベンダスへの C-1000 の2列車とプリンシペ、ピオへの c 7 0の1列車である。事件の後、リーフは民間の警備を強化し、翌日から運行を再開した。車両の保安対策と設計は、テロの犠牲者の数を明白に減らしたと評価された。テロはおそらくセルカニーアスの利用者数を減らしたが、 最近では利用者はほとんど回復している。しかしながら、今日でも一部の市民は鉄道に乗るのがトラウマとなっている。セルカニーアスマドリードの運行系統は、路線の新規開業などに伴って、しばしば変更されている。例えば2007年時点では、以下のような運行系統となっていた。 リンフが依存しているスペインのインフラーからの新鮮建設資金はここ10年の国家計画が高速鉄道建設を重視したせいもあり不足している。よってマドリード地下鉄のロケットペースの成長に比べると成長は遅かった。2004年よりアトーチャ駅とチャマルティン駅を結ぶ第2の路線の建設が行われている。この路線は 資材が不足し劣悪だった1930年代から1940年代にかけて建設された古いトンネルを通る列車を減らし負担を軽減しなければならない。しかしダウンタウンに二つの新駅を建設し多くの批判を受けた。地下鉄のソル駅もその一つである。計画の指示者は新駅が市民を商業の中心地により近づけると主張する。批判する者は 新駅はすでに混雑している。ソル駅をさらに混雑させると主張する。セルカニアスネットワークは、スペインの中央政府が所有するマドリードでの公共交通機関であり、地下鉄やバスは自治体や民間が所有するので、この違いは政治的に利用される。地下鉄を運営するマドリード地方政府とセルカニアスを運営する中央政府のマドリードイコール、 バラハス空港の新ターミナルビルへの鉄道を建設する責任はどちらにあるかという不毛な議論はあらゆる鉄の建設を遅らせた。2009年までのセルカニーアスの空港乗り入れが期待できない中、マドリード地下鉄8号線のマドリードイコールバラハス空港第4ターミナルまでの延長は2007年5月3日に開業した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。